はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。アストラリュウです。さあ、本日なんですが、診断でね、サキタマくんが実装されましてですね、このモンスター、マジでランク4テーマにおける革命なんですよ。はい、まあ、出張で結構使われているモンスターでございましてですね、ガチデッキでもたくさん入ってるんですね。例えば、残機とかエクソシスターは有名ですね。ランク4のテーマに、これいつを刺すと、貫通力も付与できるし、展開も伸ばせるという、まあ、とても優秀なモンスターになっていましてね、今回はこのモンスターを、まあ、ぶち込んだ、デッキを作ってみました。でこれどういう効果を持っているかというと、手札のこのカードをね、相手に見せつけると、自慢すると手札からスプリットモンスターを召喚するということで、まあ、自分を召喚できるんで、ランク4として単純に出てこれるんですよ、手札から。でしかも増殖する字踏みませんと、召喚なんでね。これも非常に優秀で、で今日はね、ホープデッキにぶち込んできました。やっぱランク4といえば、僕一番好きなあのデッキホープなんで、まあ、このホープを最初にやっていこうと思います。ね、まあ、軍艦がその時ぐらいに好きなんですけど。ちなみに軍艦にも相性いいです。で、ランク4といえばだったらどれでも相性いいんですけど、このね、先玉の人によって、やっぱホープってね、貫通力がやっぱ課題であったんですよ、今までは。モンスターの効果無効にされちゃうと、結構例えばオノマトピアを召喚して効果って言った時、無限砲よって言われたら、もうなんかそれだけで止まっちゃうとかあったんですよね。ランク4に行っただけで、なんかそのライオンホープレーしか出ないとか、そういうことになっちゃったんですけども、さっき玉くんがやることによって結構貫通していけるプラス、展開も伸びるということで、今回はね、さっき玉とプラス残機のギミックも入れておりまして、まあ、この辺のモンスターを使うとですね、ものすごい量のレベル4のモンスターが展開できるんで、結構そのオノマトピアとか、止められてもなんとかなります。でさらにこいつらって正直かぶってもあんま強くないんですよね。オノマトピア2枚やったところで2回出せるわけじゃないので、オノマトピアが。だからそのかぶったら弱いけど、結局オノマトピアで持ってくるのはこの辺、この3種だから、この3種のモンスターは正直ピン刺しでも別にいいかなと思って、今回はもう思い切って1枚にしてみました。結構別に大丈夫です、これ1枚でも。はい、まあ、1枚足んなかったら普通に先玉とかで供給できるし、アセンド戦士とかもいるんでね。なんでこの辺のモンスターをポンポンポンで出して、ランク4で、展開していくという感じですね。展開ルートはまあいつも通りの3枚コンボが一番強いですけど、まあ、3枚コンボできなくてもこの辺でカバーしていけるっていうのがこのデッキのいいところです。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。おー、なんかバレーボール来てるな、バレーボール。パッと見なんかちょっとあれだよね、体育館に転がってそうだよね、クソチタマ、サキタマくんって。お、なんもなさそうだぞ。いけるかこれ、ペアいくか。お、マジなんもねえじゃん、マジかよ。これ増殖する時と裏は少なくともねえな。まあ、あとはちょっとモンスターが出た時に遅延があるかどうかなんだが、一応3枚コンボは揃ってる。この、まあ、サキタマ今ちょっと若干過剰、オロマトピア召喚。あるね、これなんかあるね、これ砲翼かベーラーだね。なるほどね、やりますね。今まであれですね、こっち一応そのこれやられちゃうと、まあ、バンチを出してランク4するしかなかったんですけど、まあ、ちょっと今回先玉があるんで、ちょっとどこまでできるかわかんないんですけど、ちょっと動いてみようと思います。まずバンチを召喚で、先玉ちゃんの効果でもう無限砲やめてね。で召喚 OK で、ランク4とりあえず先になっていきましょう。とりあえず先ダランかな。で、まず一旦ダラン出しまして、でダラン効果発動で、オーバーラインユニット2個使うと残機モンスター持ってこれるんで、こちらに結構ね、ランク4でなんか相手のなんか誘発が打たれても割と貫通できるカードめちゃくちゃいっぱい入れてるんですよ。まあ、今回ちょっとサーキュラーも入ってるし、あとさっき玉も入ってるんですけど、だからなんか横にね、レベル4はめちゃくちゃ並びます。まあ、ちょっと増殖する G がきついかなって感じですけど、まあ、その場合はバグースから止まればいいんで。でダランベルシアンからの、ダイヤ特殊して、あ、ちなみに超解除とかをするわけじゃなくて、ただ単にランク4をしたいってだけなんですよね。で方程式で、とりあえず番長の効果で蘇生させておきますか。オノマトピアを、墓地から特殊召喚していくね。ここでほら、さっきの3枚からさ、一気にランク4モンスターがいっぱい並ぶでしょ。でさらにここからホープステージいけるからね、強すぎてやばい。強くねこれで、ホープステージからホープステージ効果、なんだっけ、アセンドステージか、アセンドステージを手札、デッキから特殊召喚で、アセンドステージが
ホープの素材になった時の効果が後で使えるんですけど、でここでナンバーズ以外のモンスターが2体並ぶということで、ここから、未来用ホープが出ると。これ強ないこれ一応無限保養打たれてると意外とね、ほんとランク4行ったり止まるとかあったんですけど、今までホープはね、こういうことができちゃうという話ですわ。はい、行きましょう。さあ未来流ホープ、これ1個、まあ、一応モンスターの誘発はケアできていると。で、まあ、ちょっとレベル4モンスター一体余っちゃうんですけど、まあいいでしょう。さあホープ出して、でアセンドセージが下に重なってるんで、効果増、これでハイパーランクアップマジックユートピアフォースを得てくるのに変えていくぜ。そして希望をホープ1体でオーバーネットワーク再構築、希望ホープ1、そして手札よりマジックカードハイパーランクアップマジックユートピアフォースを発動、ホープ1一体でオーバーネットワーク再構築、現れよナンバーズ99希望をホープドラクロン、ホープドラクロンの効果発動、オーバーレイフィット2つ使うことによりナンバーズモンスターを、デッキからエクストラデッキから特殊召喚、重装合体ライオンホープレイはちなみに竜状ホープレイとしても扱うため、こいつを出すこともできるぜ。現れよ重装合体ライオンホープレイ、そしてハイパーランクアップマジックユートピアフォースの効果、ライオンホープレイの下に重なり、そしてライオンホープレイの効果発動、ライオンの効果によりオーバーネットを1つ使い、ゼアルウェポンを自身に装備、うおふぅー強くない、これ強いだろ、強いだろこれ、十分これ無限砲や撃たれてこの盤面できたの強くねえかおい。でちなみにホープドラグナー君の効果によって相手のターンにタイタンギャラクシーが爆弾するぜ。これちょっと拮抗勝負とかケアするんだったらあっちの方がいいんですけどね、なんだっけ、フランケンの方がいいんですけどね。現れよ希望回流タイタニックギャラクシー、めちゃくちゃ希望で満ち溢れてるんだこの盤面希望しかいねえわほとんど。まあ、ちょっと残機ダイヤとかいうやつちょっと邪魔だけど、さあかかってこいよ。ちなみに今の妨害力すごいぞ。無限法要でモンスター効果1回無効、ライオで1回無効、ペガサスで1回無効、未来竜王で1回無効、タイタニックで1回無、魔法カード無効だから、まあ、5妨害やって、で、あ、一通りですね、はい、了解して、で、なんか殴るときになんか、タイタニックとホープドラグナーのなんか攻撃誘導と攻撃力ゼロにするって効果があるんで、まあ強いですねこれさすがに最強という話あります。ああ金剣ね、あ金剣はいいよ。さあ一体何を手札に加えていくのでしょうか。うわ参戦性の際キモ、ゾウジユニコーン参戦ビッグ、ビッグバンでよくない、ビッグバンでしょ、ビッグバンに、ビッグバンはちゃうでしょ相手ビッグバン無効にできねえじゃん俺、やばくね、参戦だったわ、なるほど、参戦の際、はい、参戦の際、魔法カードの方が無効にできるんで一応参戦無効にはできるんですけど、モンスター効果を有効にするとちょっとアクティブにはなっちゃうので、ちょそこだけ注意しないといけないですね。アライズハートどうぞ。ちょっと一回なんかこっちの場面触ってくるまで何もしなくていいや。はい、でランク7になっていく。モンスター効果をね、使わないようにしないといけないですね。まあ一応別に無効にはできますけど、ペンリル君の効果ね。2体でランク7、あビッグアイ、なるほど。まあそいつは別にいいからでも無効でいいから、無効にしてで参戦アクティブにされるところまで行くから、ちょっと待ってね。だからこれ ペガサスってさ、多分あれだよね、モンスター効果じゃないからさ、これ参戦アクティブなんねえよな、多分なんないと思うんだよね。参戦の際、これで参戦の際って言われたらちょっとあれだけど、これ魔法カードだもんね今ね、まあ、モンスターだけど魔法カードっていうパターンだと思うので、多分参戦はアクティブにならないはず。さあ手札で参戦の際が腐ってしまっております。クシャトリアバース、なるほど、やるじゃないか、なかなか相手ハンドなかなか強いな。でバース効果、まあ参戦の際を無効にしないといけないので、まあバースぐらいだっていいですね、別にそんなにやばいこと起きないでしょそんなに。ああ、ユニコーンか、なるほど、ユニコーンいいでしょう。でユニコーンか、まあこれ無限法要で無効にすればいいんじゃないですかね。これでもうおしまいでしょモンスター効果1回も使ってないから、モンスター無効にする効果まだ3回残ってるのに、モンスターの
2回か2回残ってるのにモンスターの方が一切無効にしないから、相手参戦の際一生腐っての草、参戦の際は出せないぞ、貴様に際はない。何、あ、殴ってくるやつこれ。あー、なるほどね、誘導するか。だからちょっと誘導して攻撃ゼロにすればいいんでしょ。だからこれタイタニックギャラクシーの効果で、お前こっちに攻撃しろにして、お前こっち攻撃しろにして、はい、よし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 、いいぞ、はいはい、え、あれ、なんか攻撃力ゼロになるみたいな効果ありませんでしたっけ。あれチェンジ間違ったか、俺チェンジ間違えたか、俺あれこれ、あれチェンジ間違えたくせえな、これあれから、チェーン1がタイタニックでチェーン2をホープにすればいいのか。じゃあまあいいや、どうせ死んだからもうどうでもいいわ。はい、でなんかわかんないカードセットで、バトルフェイズなんで参戦の際はアクティブならない。やべっつえ、まあ、一応ちょっと終了時にライフォープレイの方が使って相手の攻撃力あの半分にしとくわ。強くねえやっぱこのデッキ、ちゃんとさ、先玉がさ、有効に活用できてるのやばいよな。なんかわかんねえけど、とりあえず殴るか。罠がなんかあったとしても、無効にはできないんで、なんかバトル普通しかないですね。はい。行きましょう。どれでもいいか。いけ！これが希望に満ち溢れてる最強盤面。まあ、相手の画面は絶望に打ちひしがれてることだろうと思うけどね。対戦、ありがとうございました。でも先玉の可能性ちょっとだいぶ無限大。ちょっとね、あの初動の3枚コンボを成立させるところはまあ割と先玉とかでもまあまあ貫通できるなと思ったので、まあ、誘発を結構たくさん入れました今回は。まあまあ高校も戦えるんじゃないかと思ってます。さあ金満で謙虚な壺を爆発させて、さあ一体全体このデッキは何のデッキ、ああピュアリーか、なるほど。ピュッ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 で、このデッキいつになったら規制されるんですか。強すぎなんですけど、ダブルノワールとかまで最近あれしてるからな、ルート確立されててもう無理なんだけど、ダブルノワールとかもう無理だろ、ラバーコ全員デッキに入れるってこと、無理すぎだろ。深淵の宣告者ケアすんな。ストレイピュアリーストレートどうぞ。やべ、ストレイピュアリーストレートもうこいつしかなくない、読書感してきたらさ、これ打てないんだからさ、どうせこれエフェクトメラはこの打つしかないよね。特殊召喚したモンスターが対象にならないみたいな効果なんですよ、ストレイ。だからもう通常召喚したモンスターに打つしかないと、ワンチャンこれでターン終了みたいなパターンない。ないか。あ、マイフレンズ、いやもうこれ止めるしかないっしょ。え、これでのさ、え、これ2枚でしょ、私が。これ意外と展開できないんじゃない、これ。未来竜王とかもはまあ出るか。でも未来竜王き激きついな、未来竜王ゲロきついな。ハッピーメモリー、はい。でこれ効果破壊耐性があると覚えておきましょうね。マイフレンドで効果破壊耐性あるで、ハッピーメモリーを捨ててピュアリー特集で、ピュアリー効果でまためくる、うざすぎる、やばい、やった。下振れたぞ相手。来た、下振れてるぞ、いける、これはワンチャンある。よし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 。で姫宮、え、未来王戦のゴーストリックしないやつ、ああれかな、飛ばしたんかな、金剣で、金剣で飛ばしてる説あるな。いやでもよしよし、弱い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 、盤面弱い。これは分かりやすいチャンス到来したな、分かりやすいチャンスだ、あまりにも分かりやすいチャンスすぎてちょっと緊張するわ。分かりやすすぎて、これはサーキュラーですね。これサーキュラー使うと、ただ1体でしか殴れねえんだよな、1体でしか殴れねえ。まあでもいいか、別に1体でしか殴れないところで、これどうしよっかな。マイフレンドダル、俺ひらめいちゃったかもしんないぞこれ。これさ、もしかして我が戦いまでいける、希望ホープダブルの効果、あ、効果っていうかまあハイパーランクアップマジックをサーチするという効果の方、さらに
ホープダブルの効果。我が戦いはここより始まる。白木翼に望みを託せ。エクシーズ召喚、現れよ。ナンバー39、希望ホープ。そしてこのままバトルフェイズいきます。希望ホープでアタック宣言時、うおムーンバリア。希望ホープの攻撃を無効にしていく。さらに攻撃が無効になった瞬間、速攻魔法発動、ダブルアップチャンス。うおいけホープ、ホープ剣スラッシュ。いやー久しぶりにホープ剣スラッシュした。ハンドはまあ割と強そうだから、なんか相手の展開によっては貫通できる可能性はある。エクスパラディ、なるほど。これはイゾルデムーブの感じですかね。なるほど、ミカンコとかかな。イゾルデムーブするデッキ今なん、まあ、ミカンコか、多分ミカンコだな。さあ、チューンナイトイゾルデ、あーオーケー、オーケー、イゾ&ルデちゃん出てきて、でイゾルで効果、あエクスパラディサーチ、オッケー。でまあここからだ、何が出てくるかと、これニニじゃねえや、ハレかなんか出てくるのかな。妖刀を食っ、妖刀を食って、ああなるほどね、はいはいはい、リナルドで妖刀を回収か、なるほどね。で妖刀効果、はい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 、了解です。で黄金色を持ってくるんだよね、多分ね。あ、そうだね。で、2枚ドローと。なるほどですね。まあ、強欲なツボと。了解しました。うざいな、普通に。その強欲なツボ。強くねえか。その動き強いんだよな、普通に。え？なにこれ？リンクさん？あー、違う。ベルティアナコンダ。え？なんだこれ？フューデスかなんかぶち込むのか。妖刀竹光。で、黄金色。そこの色回収で、ベルティアナコンダここで使っちゃうんだ。なるほど。え、レッドアイズページョン、やばいやばいやばいことしようとしてない、なんかやばいことしようとしてる気がするんだけど。うわやばい、メテオブラックドラゴン、やべかっこいいな、あれじゃん、ロイヤル加工じゃん、クソかっけー。でレッドアイズドラゴン墓地を食って1200万痛すぎ、折れ竹光装備、折れていく。で黄金色やばい、2枚ドロー、ちょっと待って、黒煙弾とか打とうとしない。え、これやばい、通常魔法カードぶち込もうとしてるね、あなた。絶対これ。見たことあるよ、それ。痛い、やばい、痛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 い、なんだそれ、その伏せカードなんだ、その伏せカードなんだ。ドロ、ドロドラッグ、弱すぎる。トラップトラック、トラップトラック、え、どういうこと、死んだけど。あれ、ドアイズバーン、やばっ。あっ、強ない、もしかして成功確率上がってる、その攻撃。